第5レース1着になりました服部選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。まあ、今日は後ろからのレースになりましたけども、組み立てはどういうふうに考えたでしょうか。そもそもシャバーン的にも後ろからなりそうだったので、精一杯後ろから1回切ってライン、レースを動かしながら考えてたんですけど、まあ、サラヤさんの動きが予想外でしたね。先に来たところ、あの辺はどういうふうに。そうですね、変に向きになって僕も参戦せずに、まあ、スピードは勝てると思ったので、まあ、一撃でどこかのタイミングを仕掛けたらなっていうふうに思ってました。じゃあ、あたりから仕掛けましたけども、出た時の感覚っていうのはどうでしょうか。まあ、結構踏まされはしたんですけど、もう少し足による余力があったので、まあ、2コーナー過ぎに姿さんが見えてしっかりそこで踏み直したんで、足の調子はいいと思います。しっかりと押し切りで一着ということですけども。そうですね、久々に押し切ったんでちょっとホッとします。ラインでも3人独占で決まって、はい、すごくいいレースだったんじゃないかと思いますけども。そうですね、ラインでワンツースリーできたのですごく、まあ、ベストだったと思います。この後は何か変えたりとかっていうのはありますでしょうか。少しハンドル周り気になるんですけど、まあそうですね、ちょっと先輩と相談しながら、しようかなと思います。わかりました。では、この後に向けて意気込みを最後にお願いいたします。まあ、ミスも多いんですけど精一杯今回も頑張ります。お待ちください。